北山古墳は、鳥取県東白郡百合浜町野花、調和殿にある古墳。形状は、前方公園墳。北山古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。鳥取県では、最大規模の古墳で、5世紀前半頃の築造と、推定される。東合池を望む鳥取県中央部で、百合浜町の西部、野花集落西川の丘陵先端部に築造された。 大型前方公園墳である。1966年に発掘調査が実施されている。墳径は前方後円形で前方部を西南西方に向ける。墳球町は110メートルを測り、鳥取県及び島根県域では最大規模になる。墳球表面には、吹石のほか円筒派には、朝顔形派には、継承派庭が認められている。公園部にあった 主体部のうち第一主体は洞窟を受けているが、烈油化及び石材の状況から縦穴式石室であったとされる。この石室は紛球主軸に並行する長方形で、発掘調査では長さ6.2メートル、幅4.4メートルの粒手敷お及び前方部方向への排水口が検出された。第一主体では洞窟により装品も大部分を失っており、 調査ではわずかに下玉、甲の実が出土している。また、第一主体石室の南2メートルの場所には、第二主体として箱式石棺がある。この石棺は、長さ1.7メートル、幅0.5メートル、深さ0.5メートルを測り、ここからは人骨のほか同郷、真霞、下玉、夏目玉,玉、鉄布、刀が発見された。 なお、第一主体の北3メートルの場所にも長さ3メートル、幅1.8メートルの白砂敷部分が認められており、ここから出土品もわずかながら検出されている。これらのほか、石室周囲からは、カゴメロキも出土している。この北山古墳は、出土品などから、古墳時代中期の5世紀前半頃の築造と、推定される。統合池周辺は、 東宝器地域の市長母が営まれた地で、北岸の破出古墳群に始まり、南岸の北山古墳で最盛期を迎えたが、大型古墳の系譜は、この北山古墳をもって途絶えている。古墳域は1980年に国の史跡に指定されている。なお公園部の東50メートルの地には、変形詩人4重教を出土した北山27号墳がある。古墳の規模は次の通り。 傾斜面に蓄造されているため基底校は後園部、前方部で同一ではないが、絶対高は後園部が一メートル高いだけになる。前方部は後園部と同程度まで発達した形態を示す。発掘調査で見つかった出土品は次の通り。以上のほか、紛糾から採集された刃庭として、遠藤刃庭、朝顔形刃庭及び縦形、単孔形、四頃形。 取り形などの継承派にがある。ありがとうございます。